皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もデモンズソウル遊んでいきましょう。さあ前回ですね、塔の国ラトリアの序盤のボスを撃破したところで、今回ですね、通称サンモニと呼ばれるところから攻略していきましょう。このこれね、愚か者の偶像の要石、常に似せた偶像を祀った罪人の教会は囚人たちに一縷の救いの希望を与えていた。当然その先には儚い望みを手ひどく裏切る醜悪な悪意が用意されているに違いない。さてで、まずここからスポーンしてでですね、今回すでに気づいている方もいらっしゃるでしょう。装備がですね変わっています。これがね、この装備、フリューテッドヘルムとアーマーとガントレットとレギンス。今回ですね、この意識、これを装備した上で経路利用を実現しています。で、なんでそれが可能か、その秘密がですね、これにあります。これがね、大力の指輪かな。オーラン等の双剣が与えられる指輪、装備重量が上がる。双剣のビオルはその大力により、重装の鎧に鉄塊のような盾と、大型の石弓を持ち、巨大の剣を無造作に振るう。これがですね、一番最初の王城マップ、あそこのドラゴンの守ってる平原にありました。その様子をですね、まずはご紹介。でね、この指輪、装備すると 1.5 倍かな、装備重量。結構増えるんだ。今ですね、85.5。これがマックス値。なんで、ま、42.5 兆円ぐらいか、まで装備していきます。ただですね、この、フリューテンド。これがですね、結構癖があって、この一番下ね、重量があるため、スタミナの回復が遅くなる。これね、どうも重量補正とはまた別に鎧の補正がかかってるみたい。スタミナの回復が鈍るっていう。これは多分他のソウルシリーズではなかったかな。でね、物理防御で言うと一番最初のプレイとか、あれからね、10ちょいぐらいかな。12、3とか、そんなもん。なのでめちゃくちゃ強くなってるっていう感じはありません。まあ、ここら辺も好みでっていう感じかな。スタミナの回復、これどうかね。ちょい遅くないか。ただ、
なんだろう、そこまで体感は違わないかな。なんか飛んでるんだよな。あ、そうそう、あのガーゴイルか、前回の。なんか知んないけども、あのガゴタクシーで、ここに来た。これは、これなんかエレベーター臭いな。でも、インタラクトできない。そっち行ける。あと何？こっち行ける。ここもこれ暗いな、おい。暗くてあのね、先がね、ほぼほぼ見えない。これどうしよう。左もしくは右行ける。ちょっと待ってね。アイテムあるんで、これ戻っていけるよね。よし。これ落下したら終わりか。いや、これで終わりかな？待ってね。高名な勇者、そのソウル。で、あ、あいつ、なんだろう。そこに立てるの、あいつ。あー、こっち来た。これまずいんだろう、多分。いやー、これロック事故起こるやつだ。よし、そこに来た。よしよしよし。あー、こいつ強い。そして、ロック事故起こる、ここ。これ困ったな。ガーゴイル。ちょい待ってね。あいつの火力がわからんな。パワーが。ソウル275。安いね。多分そんな強くないんだ。で、次こっち。これさ、それ、降りてくるよね、やっぱり。いやー、これ困ったな。ちょっと、そこで止まってなさい。こうしてくれよ。あっ、あっ。あー、この近距離で、待って待って待って。2発も避けると。この子どうなんだろうな。今回ですね、ストック、プラス6まで強化してるんです。よし、ブンブンしてからの、これが、鎧じゃないや、鱗に該当するのかな、ガーゴイル。鱗だったらば、シトスケンの方が相性がいい。どっちかっていうと。あ、でもこいつ弱いな。よし。こいつもダメ覚悟で、振っていった方がいいかもね。で、さらに、まっすぐね。他はないね。アイテム。新鮮な香料。6個。あー、また上にいんな、これ。お、やだね。それなんだあれ。蛇玉かな。いや、蛇じゃない。あれなんだろう、鎖片びらっぽいやつだ。で、ちょい右にずれますね、この指輪は。さあ、橋の上。やり合おう。で、ガードして、大きくひるむ、強突き。よし。で、弱弱。っていう感じかな。一発ガードして、強突き、弱弱。名もなき戦士のソウル。なんだろう、あいつが出した今。ドロップした？気のせい。あ、で、ここで何、何右行ける。あと左も行ける。ちょっと待ってね。右正面、そこになんかあるな。ここ落とし穴とかないよね。そっちも行ける。古びた香料。左も行けるんだよな、これ。どうしよう。で、あとそこもなんかあるよ。そうそうそう。ここは慎重に。よし。濃いめの勇者、そのソウル。あー、で、何これ、こっから下行けるの？広がりがすごいな。これどうしようかな。先に上行くべきなのか。よし。月光石。ちょっと待ってね。上もこれ見とこうか。先にパーッと行って。ここもこの環境音いいね。なんかがずっとこう、ゴウンゴウン言ってんの。ブラムっぽくてすごい好き。ここもこれ結婚か。ほんで、さて上に来ました。これは登っていけそうに見えてはいけませんね。待って、そこに今ガゴちゃんいなかった。これ何なんだろう、これ。肉塊かな、巨大な。
たすらに壺だらけ。なんだろうね、何に使うんだろう。あー、でこれそっち行けるんだ。と正面さっきなんかアイテムがあったはず。いや違うんだな。これはこれ切れない。これなんだろうね。となるとやっぱこっちかな。そこにガーゴイル、これは危なかったな。構えてからのまず一発撃って、もう一発当たったらよし、構えを解除。弓は今ね200何本ある。でこれガードして強突き、ジャックジャック、よし、もう一発。あ、くそ、まだ止まんな、静止すんな。よし、ソウル。あ、やっぱり名もなき戦士。なんだろう、これ元はじゃあ人間ってこと多分。あとさらにいるな。あね、降りてくる階段から。まずい。いいの？そこでいいの？その選択でいいのかい？よし。なんか吹き矢打ってきたね、今。これね、もう一匹いる、もしかして。そこ飛んでんだよな。なんだ、ここ。あの、下方向気になるな。どうしよう。どっち先行こう。あ、で、正面。正面さらにあっちに繋がってんのか。なんだこれ。んで、ちょっと待って。これって、どうなの？こう、こう繋がってるってこと？うわぁ、ここ怖い。めちゃくちゃ怖い、ここ。フランベルジェ。お股のあたりがこう、ヒュンってなるやつね、これ。え、これ、どう変える？これ。いやぁ。これね、すいません。ちょっと待って。変え方、わかんねえな、これ。ここ、ここに、ここ、ああ、よしよし、危ない危ない。怖っ、ここ。でですね、武器ね、フランベルジェ。体験らしい。波打った刃を持つ特殊な体験。その刃は肉を引き裂き、大量の出血を知るためのものであり、特に殺傷能力の高い武器として知られている。これがですね、ああ、やっぱこれ筋力か。ちょっと待ってね。フランベルジェ。ああ、技量が14必要なんだ。なるほどね。で、Sストック、プラス6。ここからですね、血月の Sストックに派生可能です。月影石のかけらがあればね。で、これどうしようかな。正面行くか、さっきの下見るか。結構難しいところ。これそうだね。まあ来てしまったんで行ってみようか。こっち。まずい。危なかった。あと正面さらにいるわ。飛んでるわ。こいつは一発ペチッ。あっ、パッ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 と。で、武器。そう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 。これに変えて。いやー。いいね。翼丸ってのは。あれ、こういうとこ怖いんだな。よし、もう一発。ガードできればもう勝ち確。早く撃ってこいよ。怖い、これ逆。あ、よし。うわー、下まで行く。で、何？自害した？いや、死んでない。ちょっと待って、こいつ動きがフリーダムすぎる。どうしよう。このまま行くと、裏からそう湧いてくんだよな。こういう風に、ほら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 。はい。よし。で、ソウル、出すかな。出したね。名もなき戦士のソウル。で、そう、正面いるんだよな。あれは、やっとかねば。よし。で、即座に。武器変えて、これもうボスってことはないよね、さすがにね。よし。で、ソウル。よし。いやー、そこはどう取るんだい。もしかして何？こう、うわ、これ何？こういけってこと？こんなの無理だよ、こんなの。高所恐怖症には怖すぎるだろ、これ。待って、上にガーゴイルいないよな。えぐっ、これ。しかもさ、なんか、これ、そっち行けるんだよな、そう。くわー。怖っ。怖かった、怖かった。変な汗かいた、もう。んで、
待って待って。左？これ怖すぎない？ここ。左はね、なんかあんだろう、多分。一周回っていけるかな？いや。あのね、多分これなんかあるわ、そこ。マジで？マジで言ってんのこれ。多分、ここの先になんかあります、これ。うわ、超行きたくない、これ。あっ！怖い、この出っ張りこれ怖い。頼む、頼む、頼む。よし。怖っ。どう？あのね、何もないわ。何もねえ。早く早く。おっしゃー。危なかった、危なかった。何もなかったっす。いやー。怖かった、これ今の。ガチで怖かった。ほんで？あ、ガゴいた。ガゴったん。ペン、ペン。くそ、待って待って。もう一発。よし。さあ、処理って、なんか丸ボタン、そうね。これね。戦車を揃える。で、こっから、あ、まあ、下にコロンと行けば、降りていけるか。どう？ここの、この塔なんなん、これ。ちょっと待ってな。あれ？何もなくない？ん？なんかスイッチとかあった。ちょっと待ってね。いや、何もないぞ、これ。いや、でもね、そんなことはない。ちょい待ってね。これね、見えないんだけど、右に行くのかな、もしかして。いやー、ここ超怖い、ほんと。どう？これで？ね。あー、なんかこれエレベーターっぽくなってんのかな、もしかして。あ、ガゴリ、あー、なるほどね。なんか自動でこれ上下してんだ。はははは。で、こっち。よし。さっきのあの正面方向なり気になるけど、あとなんだあれ。緑色になんか光ってる。初めて見る色の光。あとなんかね、ほわーって言ってんの。うわ。なんすかこれ。パーティー会場ですかこれは。なんかね、崇拝してんだな。宗教絡んでんのか。ちょっと待ってね、処理落ちがひどいんで、殺しておきますね。駒遣い。駒遣いってかも囚人か。よし。これで？これでなんかの肉塊が落ちそうになったのか。で、高めな戦士。落ちそうになったというだけで、落ちきってはないと思う。で、カフのロートス。未亡人ね、カフ。これ正面行けるんだけど、あとね、さらに上行けるんだよな。ちょっと待ってな。どうしよう、これ。正面。あ、でも正面そっち行ければ。あの、緑色の光ね。先じゃ上かな、まず。ここであの石とか転がってきたら死ぬな。ほんで、さあ上に来ました。ただ、あのね、これそっち行けないよね。ほら。足場あるんだけど、これ行けないんですね。さらに上がある。これなんだろう。行けなくない？ただ、橋はない。ぐるっと回って、これそっちね。ここそうだね。特にエレベーターも、ないね。ここまで来ない。じゃあ、とりあえず下ろうか。よし。で、下ってからの、こっち。あそこなんだろう、もしかして、ソウル傾向とかかな？行けるとしたら。このゲームですね。これ初紹介。ソウル傾向っていうシステムがあって、これですね。こういう感じ。そのマップで死ぬとね、どんどん黒くなるのかな。で、敵も強くなりますと。で、逆に全然死なずにボスを倒すと多分白くなっていきます。ストーンファングコード、あと王城ね。これ多分どっちかっていうと白いんじゃないかな。で、さらにこれがね、最も白い時にしか行けない場所っていうのもね、あるみたい。
さて、再びのアイテムと、ああ、これであれか。なんかエレベーターあるわ。ほら、2つある。で、さらに、ここになんかある。これいけるの？ああ、いけますね。下にこう、コロンと落っこって。これどうしようかな。あ、で、正面のそれがあれか。肉塊ね。これどうしようかな。まあ、取っとこうか。コロンと行って。ポッ。で、これでも戻っていけません。あのエレベーターね。金飯のかけら。あ、で、ここにもなんかエレベータープラス人がいるぞ。あれ、これ何？あー、これあれか。あの、道しるべの奇跡か。で、NPC かな。Are you here to fight the demons? If so, then help me escape this place. I am on your side. I have come to face the demons. 牢を開けますか？いいよ。これやばいやつかじゃないよね、きっと。どこ行くの？どこ行くの？ Thank you. I will remember this. I am certain we will meet again.いずれまみえる時もあろう。I will remember this. I am certain we will meet again. なんだこいつ、モサ感すごいな。でですね、ここまで来てしまうと、もうこれに乗るしかないんだな。エレベーターにこう乗って閉まるんじゃないの？あ、だよね。で、上か下かどっちかな。ああ、これ下行くんだ。ここで開く？いや、開かないね。え、何これ？どこに行くの？いやー、これすげー下がるぞ。ちょっと一発草をこう。何このマップ？あー、こういうとこね。なるほどね。ソウルおなじみの、これなんか湿地帯ね。ここは、あ、でも移動速度は大丈夫ね。うーわー、あとなんか変な、なんていうのこれ。足みたいなのがね、タコの。これどうしようかな。どこに行けばいいのか全くわかんない。あー、あとなんか変な生物いる。ほら、変な生命体います。おっ。なになに？あ、これ尻尾が切れるんだ。ん？まだ生きてる？いや、死んでるよね。よし。分離するのか、こいつ。まあ、だから何って話なんだけど、ソウル安いし。あと、ね、アイテムあれば。ここはなんだ、これは。暗すぎて見えねえ先が。こっからちょっと上行ける。え、なにここ。見えなくねっていうか。ここから登っていける、さらに。いや、でも、このマップの高低差というか広がりすごいね。この、なんていうかな、スケール感。横にも縦にも広いっていう。この感じ。で、瞳の石。これそうだね、アイテム取っとこうかな、できれば。よし。で、これさっき乗ってきたやつじゃないっけ？あ、この2つ、これがさっきのか。さっきのって、なんていうの？落っこちようか迷ったところのあそこね、多分。で、そこにアイテム。あと、そっちもアイテム。ここやだなぁ。これは、これ切れるの？っていうか。これ切れませんね。待って、何の音？あー、なんかいた。あれはあいつかの肉塊ですか。小肉塊。あいつか。あれはですね。どうしようかな。まあ、あんまり使わないから、ソウルの光、これを唱えようかな。魔法バトルしようぜ。弱っ。ソウルの光弱っ。終わりだ。こいつは、あと弓でペチるか。38。あれ強いんだな、きっと。一発、前食らったもんね。どう？これすいません、地味なんだけど。これで削ろう。これができるというのもいいところ、ソウルの。
で回避して。よし。さあ、もうちょい。あと1、2発ぐらい。よし。さて、で、安全にアイテムね。これ階段かな？あ、待って、そこにもなかった。これが守ってんのか。良い香りの指輪。と。あれ、良い香りって確かの MP 自動回復だったっけ？敵大丈夫ね。ちょっと見とこうか。良い香りの指輪。これね、あ、そう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 。MP がわずかずつ回復し続ける。これすごいよね。良い香りの指輪。香料の仕込まれた鬼人の指輪。MP がわずかずつ回復し続ける。ごく少数の見つけられた非常に精緻な工芸品。と、肉塊の推し、水銀石のかけら。毒属性ね。これで終わりかな？こっちもないかな？正面。あ、これもいけないんだ。壁があって。なるほどね。で、これってなんか急にビターンとかしてこないよね。水銀石の塊。これも毒属性。じゃあ、こっちじゃないんだ。どっちかっていうと、そっちか。いやーでもこれ、ここ迷うな、これ。あーで、こいついるわ。ちっちゃいのもいる。なんだろうね、これね。人面魚っぽいやつ。待った、待った、降りてきた。ありがとう。こっからこれいけんのかな、こういうふうに。くっと。ね、これが、これいけないんか、これ。君はこの段差を。あ、そう。で、正面。これは、あ、いいね。平和だわ。この触手。くら。ほんとなんか、どうぐらい。で、これさっき来たな。一番最初の方に。そうそうそう。で、登っていける。これ何？上行けんの？こう来て。何あれ？あ、車輪のあれか。見せしめですかね。なんかの儀式か。はい、はい、はい。あとね、いくつかアイテムあったんだよな、さっき。どっちだったっけ？こっちで合ってんのかな？合ってるってか、これどこ行ってんの？うん。で、これで再びエレベーター上がる。なんだけど。ちょい待ってね。もう一発。と、奥の方。はい。あれ、こいつ、こいつだよね、そう。よし。これはでも開かないね。開きませんね。インタラクトができない。あ、で、そこが、なんかあったの。扉がある。よし。いやー、これ、竜論正義だわ、ほんとに。竜のロングソード。めちゃくちゃ強い。で、こっから、できれば上に行きたいよね。上げそうね。と、高めな戦士のソウル。よし。他にアイテムないかな。パッと見ないけど。まあ、なんかあったら、後で取り来よう。大丈夫かな。さて、こっからどう打ち返る、これ。これ、ボスどこにいんだろう。上にいんのか、下にいんのか。でも、塔のとこまだね、全部終わってないからさ。あの肉塊のとこね。もう一個肉塊、あれか、多分祭壇っぽいやつがどっかにあるんだな。おそらくもう一個ぐらい。で、ちょっと、ごめんねして。こっから、いやー、来たよ、あいつ、あの、魔法タイプ。ああ、そうそう、これ重いんだよ、そう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 。くわー、待って、しかもカーブすんのか、あれ。なんか当たるなと思ったら、カーブすんのかよ。これはですね、パーッと近づいたの、バリバリをまず誘発。わざとあれ、いなくなってるし、多い。待って、帰んな。
ダッシュ切り。よし。さあ、行った。あとね、この上にいるもしかしていない？大丈夫？さあ、光量。置いて。またこいつ、もう、君は沼にいなさい。さらにいる。こいつはなんだろう、特に脅威じゃないんだよな。見た目こそグロいものの。あ、なんか生えたな、今。なんだろう、なんかの効果かな、もしかして。水月。あー、つまり毒かな、これもしかして。毒グレスかな。待って、そこに結晶とかいる。待って待って待って、あれは欲しいんだけど、追っていけないんだよね、やっぱり。ちなみに本作の中で結晶とかにからしかドロップしない強化アイテムってのがあるみたい。それが絡むんで、ちょっと面倒というか、厄介と。これはそうだね。そこに敵いたな。あ、そう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 。こっち来て。あのトカゲな。まあ、一発、弓矢でペチってからの、あ、いいね。これ、はめ殺せるんじゃないの？あ、ほら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 。あ、これができるんだ。待て。あ、まずい。あー、下行った。くそ、終わった。マジかよ。どこ行った？多分下行って逃げちゃったかな。あれ？え、今のあれかな？もし。おー、ボボボボボ。びっくりした。むっと立つな。落ちるぞ、君。あれはちょっと回収にはいけないな。この高さは。絶対死ぬもんで。ここにいたんか。結晶トカゲ。で、パーッと来て、これであの、序盤の塔かなの方ですかね。待ってね。あー、上から中いる、中いる、中いる。何がいる？ガーゴイルか。できればそう、こっち来い、みんなで。ほら。そう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 。奥に行くと危ないんで、注意。よし。からの、こいつ。待って、こいつはそう、引っかかってちょっと邪魔なんで、ポイする。早く来なさい。こいつも動きキモいな。遠距離タイプ？あ、これガンナーか。しかも。なるほどね。いやー、これね、まっすぐパーって行きにくいんだよな、ほんとに。こいつ困ったな。プレイ時間結構いいとこなんで、中断したいんだけど、できればね。いやー、ここで飛ぶの？こいつやらしいね。マジでやらしい、こいつ。どこ行った？消えたように見えるんだけど、いるんだよな、そうそうそう。よし。さあ、ソウルもらって、あと、ここになんかあったな。新鮮な香料。MP 回復。でですね、最後、そこにいます。あれ、上か。ああ、でも、これは、やっとく。近距離タイプ。そう、下ってくることを見越して、ここら辺？これまずいな。ガード。もう、自由だね、ガゴイル。よし。さあ、OK です。で、ソウル。これで多分、戻れるんじゃなかろうか、と思うんだけど。あ、で、再びの、あれ、これ前来たとこだったっけ？あそこだったっけ？いや、違うよね、多分。これでおそらくあれだわ、二つ目の、あれか、パーティー会場か。じゃあ、これやって終わりにしようか。早く早く。早く来い、早く来い。
おそらくパーティー会場です。どうかな？あれ、これさ、動いてなくないっていうか。あ、来てるわ。よし。ずーっと動いたんだね。あー、でこれ高いわ。何これ、どこまで行く。よし、さてパーティーの音は聞こえる。よし、じゃあこれであの肉塊が落っこちるのかな。おそらくこいつらあれかな、いっぱし魔法使えんだね、こういう風に。よし、さあどうでしょう。あ、待って、死んだね今。はいはい、さあこれで肉塊落下かな。あ、これ電池の巣だったのか。あの、キンモイモムシの。で、これであの最初の方の塔か。あの、右ルートだったっけ、下ルート、あれは開通しましたと。で、ここからで、これは相変わらず行けませんね。上に行けない。登っても行けない。じゃあそうですね。すいません。今回は時間の日がちょうどいいんで、一旦これ終わりにして。で、次回ですね。ここからスタート地点の方に戻ってからの、あの、2回ルートね。あっちに進んでいきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回デモンソウルでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。